今回はカローラクロス、クロストレック、ストロングハイブリッド現状の情報で比較してみようということでやっていきたいと思います。いつも通りサイズ、最小回転半径、燃費、外装、内装、運転支援、安全装備、ナビとかメーターのインフォテインメント、快適装備納期というところで見ていきたいと思います。サイズこんな感じです。まあ、現状としてはおそらくサイズは変わらないであろうと。クロストレック、ハイブリッドになったとて全長が伸びるとかそんなことはないであろうと。ただ重量が未発表ということで、ただマイルドハイブリッドでも結構クラスにしては重たかった印象だったので、そうなってくるとちょっとストロングハイブリッド 2.5 リッターになってさらに重くなるのかなと。だから軽さっていうところではカローラクロスとか ZRV とかあのあたりの方が軽いんじゃないかなと。でカローラクロスに関してはリアもモーターがついてる、E4 っていうような電気式の 4WD なんですよ。要はモーターが前後にあるような感じですね。でクロストレックの四駆に関してはフルタイム AWD なんですけど機械式なんですよ。だからリアモーターじゃなくてちゃんとプロペラシャフトでしたっけ、シャフト通して駆動させてるタイプなんで、だからね、そこはスバルさんのこだわりなんでしょうね。ZRV もね、機械式の四駆でしたからね、ハイブリッドでもね。その辺は結構すごいなと思いましたけどね。で、最小回転半径ね。これもおそらく変わらないであろうということで、クロストレックが 5.4 で、カローラクロスが 5.2 と、ちょこちょこね、マイルドハイブリッドの画像が出ますけどね、それは気にしないでいただいて、ちょっと大変なんでね。あと、まだ画像がそんな出てないんでね。で、燃費ですよね。ここ問題。スバルといえばね、燃費が悪いのがね、っていうのがね、レヴォーグの動画とかでもね、言って、アウトバックでもちょっと燃費がね、やっぱあと伸びないのがね、みたいなことは言って、それを言うとね、大体スバリストに、燃費なんか気にすんなと。燃費悪いのがスバル車なんだぞと。あいつこそがテニスの王子様だっていう、そういう越前龍馬的なね、いうのをね言われるんですけど、でも気にしないわけにはいかないし、スバルずっと乗ってるスバリストみたいな人だったらまだいいかもしんないけど、僕みたいなスバル童貞はですね、やっぱり燃費がどんなもんかっていうのは結構気にしちゃうんですよね。でその燃費は約19ぐらいということで、マイルドハイブリッドから2割増しらしいです。これもコージー TV さんの動画とかでももう出てるんで、どうやら2割増しらしい。だからそこまで燃費良くないよねっていう。このクラスで19ってことは、だから RX350H バージョン L E4、 あれとそんなに燃費が変わんないってことですよ。そうなってくるとちょっと燃費あんま良くないよなっていう感は否めない。ZRV とかもね、21いきますし、これより車格が高い NX でも20弱ぐらい出るし、クラウンスポーツのハイブリッドとかも20とかね、エクストレイルの E-Force は 18.4 ぐらいでしたけど、それでもね、そんな変わんないぐらいですよ。0.5 とか。ね。で、あと他のハイブリッドだと、でもそんぐらいかな。でもこれと同じぐらいのクラスのハイブリッドの車とかと比べちゃうと燃費がな、伸びにくいよな。だから CX30 ともしかしたらそんな変わらないかもしれない。ディーゼルのね。そうなってくるとディーゼルの CX30 の方が、燃料代が安いから有利になる可能性もある。ただね、燃費そんな伸びなかったなっていう、期待値よりは伸びなかったっていう印象ですね。で、カローラクロスは 24.5 と、これ E4 でもこんだけの燃費が出るってことはさすがトヨタのハイブリッドと。優秀ですね。じゃあ外装ね。これはカローラクロスかなと。内外装は特にね、変わってないんですよね。ホイールがね、クロストレックは専用デザインの、ちょっとあんまりあれかっこいいとは思わないんだけど、どっちもね、リアのウィンカー、バックランプが相変わらず豆球で、クロストレックに関してはナンバー動画豆球だったり、デイライトがディールオプション扱いとかっていう。ハイブリッドになっても、その見た目の古臭さっていうところはそんなに変わんなかったと。ナンバー灯ぐらいね、LED にしてくれればいいのにね。スバルのディーラーオプションでね、LED のナンバー灯ないですからね。日産はありますからね、ルークスとかね。そういったとこ考えると、見た目がね、あとどっちも垢抜けないっていうところはあるかもしれない。同じクラスでね、WRV とかもありますけど、あれもそんなにかっこいいと思わないと。
まあだから同クラスで比べるとベゼルとか CX30 とか ZR-V とかあのあたりの車の方がかっこいいかなと、エレガントかなと。やっぱマツダはね、それを分かってんだと思う。トヨタ以外のメーカーがだいたいごちゃごちゃしてデザインやると、どうしてもクロストレックに限らず、まあアウトバックとかもそうだけど、あんまし収集つかなくなってやぼったくなる、ダサくなっちゃうっていう傾向が、まあこれスバル以外でもね、日産とかもあるんで、ホンダとかね、まあそれを分かってるマツダは結構あのスタイリッシュになってるかなと。だからまあ見た目がな、もうちょっと垢抜けたらいいのになって。じゃスバル結構苦戦しがちとか言われてるけど、やっぱそういうとこだと思うけどな、見た目がダサいっていうところであんまり触手が伸びないんでしょうね。内装ね、これもカロクロかなと。まあハイブリッドになったとてね、クロストレックの内装は良くないよと。まあ言ったら仙台 XV の方が内装良かったよと。カチカチだし、ルームランプも相変わらずね、豆球ですよと。いや、ここはもう LED にしてくれるよと。この前出たスペーシアギアとかね、ちゃんとルームランプ LED ですからね。で、しかもディーラーオプションでこれまたね、ルームランプの打ち替えっていうのはないんですよ、スバルは。そう、これケチくさいよな。だし、アフターパーツとかで付けないといけないっていうことよね。社外品をね。まあ、でも正直、内装の質感いいとは思えない。まあ、カロクロは触った時の質感すごくいいですよ。見栄えは悪いけどね。で、ルームランプはね、ちゃんとフル LED と。バニティまでちゃんと LED ですから、こういったところはね、素晴らしいものがあるかなと。いうとこですね。あと、アンビエントライトがね、カロクロはちゃんと仕込まれてると。これ、ライバルの、意外となかったりするからね、車でもね。そういうところも、さすがかなと。じゃあ、運転支援、安全装備ね。ここはもうクロストレック面目躍如ですね。内装の質感、そして見た目のダサさとかで、まあ散々酷評をかっさらったクロストレックでございますけども、まあ運転支援に関しては今回進化したよと。まあストロングハイブリッド限定ですけども、まあアイサイト X がつきました。なので、高速道路で時速50キロ未満でハンズオフができるとか、レーンチェンジアシストしてくれるとか、まあそういったね、まあ運転支援がついたよということで、まあ今までクロストレックではね、まあ普通のアイサイトだったんで、まあ正直運転支援としてはトヨタとかの方が機能としてはね、あの安全装備の部分で、そのパーキングサポートブレーキがちゃんと全方位ついてるとか、アドバンストパークがあるとかってとこで負けてるなっていうようなシーンがあったんですけど、ここにて一気にね、先進的になったかなと。で、フロントクロストラフィックアラートももともとついてて、アダプティブハイビームもついてると。まあ、カロクロはね、カロクロでね、プロアクティブドライビングアシストがついてたりとか、アドバンストパークあったりとか、そういうところはね、すごく先進的なので、まあいいかなと。で、ナビとかメーター、インフォテインメント、これも、まあ今までだったらカロクロだったけど、今回クロストレック面目躍如と。そうなんです。ストロングハイブリッドはアイサイト X がつけれるという話なんですけど、それと一緒にね、デジタルコックピットもね、付けれるということで、まあ、これの情報量がめちゃくちゃ多いと、高速のパネルが出るとかね、地図もちゃんと見やすいのがついてるとかっていうところで、もうインフォテインメントも一気に進化したよと。だから、仙台 XV と同じ、アナログ2眼に 4.2 インチ液晶だったのが、ま、進化したよと。で、カロクロもね、12.3 インチのフル液晶を採用されてるので、まあ、インフォテインメントとしてはね、そんなダメダメじゃないんですけど、まあ、クロストレックめちゃくちゃすごいの入っちゃったと。いうことで、メーターすごく伸びましたよね。まあ、ただこれもアイサイト X がついてないとデジタルコックピットにはならないということなんで、そこは注意ですね。じゃあ快適装備ね。これもクロストレックかなと。で、運転席のシートメモリーとか、ドライバーモニターセンサーとか、助手席 8way のパワーシートがついてるよとか、運転席シートメモリーもついて、あ、違う、これは言ったか。だから、あとラゲッジがね、ちゃんとフルフラットになるとかね、カロクロはボードみたいなオプションがあるんで、いや、フランス車かよっていうね、フランス車のそれじゃねえかっていうね。で、ルーフレールとかもちゃんと使えるものがついてたりとか、今回アイサイト X 採用ということで、静電容量式のステアリングにも対応したと。今まではね、トルク感能式だったんで、まあこれまたね、ギュッて握ってなきゃいけないというようなやつだったのが、今回静電式になっていると。で、カロクロがいい点としてはね、パワーテールゲートの設定があるよとか、人工知能ヘイトヨタがあるよとか、まあそういうところのね、先進性は、まあ、装備としてはいいんだけど、まあ今回はクロトレの方が良くなっちゃったかなと。で、納期がね、こんな感じですよということで、まあでもコスパがな、
クロストレックはな、あんまり仲間は否めないよな。ライバルと比べたときにちょっと高いっていうところね。ZR-V とかと同じような価格感で燃費あんま良くなくてっていうのを考えると、うーんっていうところは否めないし、見た目とか外見内装の安っぽさとかもあるしなーっていうとこですね、この辺はね、またクロストレック正式発表後に総合採点とかも出すんで、それを楽しみにしていただければと思いますけど、うーんって感は否めないっていうことで、ありがとうございました今日も。